はい、内転外転についてです。基本的に、足の幅なんですけども、今、立ってて骨盤からこのままここ大腿骨が出てて、ここ一番出てると大転子があります。で少しだけこう内向きに大腿骨がこういう形で、足の裏までしっかり重心を、乗っけるような感じで立ってます。はい、この時にですね、狭くすると要するに内転内向き、これ内転です。じゃあ、広くする肩幅にするとこれ外に開く動作と同じになるんで、外転になります。でその時に働く筋肉っていうのは、例えば外転するとこれ足の外大腿筋膜張筋から中臀筋、特に大臀筋もそうなんですが、こちらを使うんで体がこう開きやすくなります。内転すると、そうですね、腸骨側から狭めると締めやすくなってくるんで、例えば腹筋でしたらこのまま丸めやすくなったりとかします。例えばこれでじゃあバーベルカールをやろうとするとどうなるかっていうと、例えば足幅を肩幅にしてあげるとこれ肩が開きます。では、肩幅が開くとどうなるかっていうと、これ二頭筋の担当っていうのは後頭筋、内側からこうつながってますので、これ狭めないとやはりなかなかこう収縮ができないので、できれば腸骨幅か、もしくはちょっと狭め、腸骨幅ぐらいでもいいですけど、ちょっと狭めにすると骨盤がこう後傾しやすくなります。で腹筋が締めやすくなってきます。この状態でカールをするとちゃんと二頭筋が収縮しやすい状態になります。肩幅でしたら開きやすくなります。